コートレパブリックの戦いは、南北戦争の1862年6月9日、南軍ストーンウォール・ジャクソン少将が、シェナンド渓谷で戦ったバレー方面作戦の一部として、バージニア州ロッキンガム軍で起きた戦闘である。この戦闘は、南北両軍が、同程度に、決死の覚悟で戦ったために激しい攻防となり、バレー方面作戦の中でも、 ジャクソンのバレエ軍に最も大きな人的損失を出させたものになった。前日に起きたクロスキーズの戦いとともに、ポートレパブリックの戦いは、ジャクソン南軍の決定的な勝利となり、北軍に後退を強いた。ジャクソン軍は、リッチモンド郊外で7日間の戦いを行っていた、ロバート・イーリー将軍の援軍に回れることになった。バレエ方面作戦。 フロントロイヤルからポートレパブリックまで南軍北軍、ジャクソン軍のバレー方面作戦は実質的には1862年5月8日のマクドウェルの戦いから始まっておりその後の1ヶ月間でジャクソン軍は持ち前の機動力を使ってシェナンド渓谷を往復し北軍の弱点をついては戦勝を重ねていった5月25日の第一次 ウィンチェスターの戦いが最も北で起きた戦いであり、その戦場はメリーランド州との宗教に迫っていた。ジャクソンは北軍の二つの大きな部隊に対応するために、シェナンド渓谷の南西奥に退き、クロスキーズとポートレパブリックに陣を敷いた。6月8日に起きたクロスキーズの戦いでは、北軍の左翼を撃破して大きな損失を出させていた。 1862年6月8日から9日の夜、南軍のチャールズ・ S ・ワインダー巡将が指揮するストーンウォール旅団は、ボゴタ近くの全身陣地から撤退し、ポートレパブリックでジャクソンの師団に合流した。南軍戦闘工兵が、シェ南道、川南支流を渡すために、荷車の橋を作った。ワインダーの旅団は、川の東で北軍を攻撃する時の戦法となる。 任務を与えられた。アイザック・アールト・トリンブル准将の旅団と、ジョン・ M ・パットン・ジュニア大佐の部隊は、北軍ジョン・シー・フレモント少将の部隊を、クロス・キーズで食い止めるために残され、リチャード・イーウェル少将士団の残りは、ポート・レパブリックに進んで、ワインダーの攻撃を支援する配置についた。北軍、エラスタス・ビー・タイラー准将の旅団は、トレード・オロ・ゾイ・ルイストンの北で、サミュエル・キャロル大佐の旅団と合流した。 ジェームズ・シールズ順将の師団の残りは、ルレーンに戻る、ぬかるんだ道路で難住していた。夜戦式に当たった、タイラー将軍は6月9日夜明けに、ルイストンの近辺まで前進した。その戦線の左翼は、ルイストンコーリングに陣取った砲台とし、不評をルイストンレーンに沿って西に展開し、南支流のルイスの工場がある場所近くまで伸ばしていた。右翼と中央は、 全部で16門の大砲で支えられていた。ポートレパブリックでの戦闘体系ワインダーの旅団が午前5時に川を渡り、定地を横切って東に攻撃する配置についた。ワインダーはニコ連隊を森に派遣して、北軍側面をつかせ、コーリングを襲撃させることにした。南軍本隊の前線が前進すると、北軍砲兵隊からの激しい砲火にさらされ、間もなく動けなくなった。 南軍の大砲が平原の前面に持ち出されたが劣勢となり安全な陣地を探して行かざるを得なくなった。イーウェルの旅団が急ぎ前進して川を渡った。ジャクソンはコーリングにいる北軍砲兵隊の強度を観測してリチャード・テイラー准将の旅団を右翼の森の中に送り側面に回ろうと深い茂みの中を前進していた部隊を支援させた。ワインダーの旅団は 北軍右翼と中央への攻撃を再開し、大きな損失を出した。タイラー将軍はコーリングからニコ連隊を右翼に動かし、反撃を初めて南軍を半マイル近く後退させた。これが起こっている間に、コーリングの防衛部隊に向かった南軍連隊が最初の攻撃を行ったが、撃退された。ジャクソンは北軍の抵抗が予想していたよりも激しかったので、 ポートリパブリックの北にいたイーウェルの最後の予備隊に川を渡って北支流橋を燃やすよう命じた。この援軍がワインダーの前線に到着し始め、その前線を強化し、北軍の反撃を止めるようになった。テイラーの旅団はコーリングの向かい側にある森の陣地に到着し、激しい攻撃を開始してコーリングの丘を攻略し、大砲五門を捕獲した。 タイラーはその予備部隊を使って即座に反撃を開始した。三個連隊が白兵戦を行った末に陣地を回復した。テイラーは一個連隊を左右翼に回し、側面から北軍の前線を攻撃させた。南軍の攻撃が再度コーリングに殺到し、占領した。捕獲した大砲五門が回されて、北軍の前線の残りに向けられた。 北軍はコーリングを失った上にルイストンレーンに沿った前線が危うくなったので、タイラーは午前10時半頃に退却を命じた。ジャクソンは、総軍前進を命じた。ポートレパブリックからウィリアム・ビー・タリア・フェーロの疲れて、いない旅団が到着し、退却する北軍を追って、ルレー道路を数マイル北に圧力をかけ続け、数百人の兵士を捕虜にした。南軍は、 戦場の陣地を保った。正午を少し回った頃、フレモントの軍隊が南支流西岸に陣を敷き始めたが、タイラーの崩れた部隊を支援するには遅すぎており、雨で膨れた川の対岸から絶望的に見ているだけだった。フレモントは南軍に手出しするために高い崖の上に砲兵隊を配置したが、ジャクソンは狭い道沿いに森を通って徐々に部隊を交代させ、 マウントバーノンファーネスの近くで部隊を集結させた。ジャクソンは翌日にフレモント軍が川を渡って攻撃してくると予測したが、その夜の間にフレモントはハリソンバーグまで交代していた。クロスキーズとポートレパブリックの戦いでに連敗した。北軍は北に撤退した。ジャクソン軍はシェナンドー渓谷の上流と中流を支配下に収め、 連戦連勝でバレー方面作戦を締めくくった。アメリカ連合国の首都リッチモンド近郊では北軍城島クレランの半島方面作戦の構成に対してロバート・イーリー将軍が守備を固めていた。ジャクソン軍は急遽リッチモンドに戻って7日間の戦いに参戦することができた。ありがとうございます。